みなさんこんにちは短期合格の秘訣はこれだレック式超速学習法というタイトルで三十分ほどお話をさせていただきます担当はレック専任講師の友嗣ですどうぞよろしくお願いしますさてそれではですね 今回ですね、30分ほどでこちら「はい、短期合格の秘訣はこれだ」というタイトルでですね、えー、お話をさせていただきたいと思いますけれどもさあこれから皆さん卓研試験の勉強を始めようという方向けにですね、まあ、どういうふうに勉強していけばいいのかというところをですねまあ,あ30分ほどお話をさせていただきたいと思いますがまずその前に。 はい、宅建試験ってどういうものなんですかっていうところからお話をしていきたいと思いますというお話ですね。で、えーまあ、皆さんお手元にレジュメがあるという方はですねお手元のレジュメ見ながら聞いていただければというふうに思います。まあ、お手元にレジュメがないという方もですね映し出しながら説明していきますので、まあ、画面見ながら聞いていただければいいかなという感じでございます。さあ、それではではすね、まず、はい、一番大事な ポイントということで、試験日いつなんですかってことですよね。さあ、宅検試験、試験日はいつなのかという話になりますけれども、こちらです。まあ、一応予定といえば予定ですけれども、まあ、ほぼほぼ確定で問題ないでしょう。はい、2023年は10月15日の予定ということになりますので、この10月15日に、えー、間に合わせるように、これから皆さんは学習をしていかなければいけないということになるわけですね。はい、さあ、そうしますとですね、 今はどのぐらいの時期なんでしょうかねということになります。まあもちろんね、これを聞いているのがいつなのかと、えー、いうことにもよりますけども、例えば今これを聞いているのが5月18日に聞いているというのであれならば、あと150日。はい。7月7日に聞いているというのであれば、あと100日と。で8月6日に聞いているというのであれば、まああとは70日前。まあつまり10週間前ということですね。そして8月26日に聞いているというのであれば、まああと50日ということになるわけです。はい。まあですので、えー 今ね、えー、何月何日かによってまあ残り日数もまあ当然のことながら違いますけれどもさあこちらなんですけれども、はい、結局ねまあ1年はないだろうという状況なわけですよ。で、えー、まあね、えー、結構早めに聞いてるっていう人でもまあこのぐらいの時期かな。はいえー、なかなかね、えー、いや結構ちょっと直前になってるよっていう人もいると思います。はいでは 10月15日にどのラインまで仕上げなければいけないのかっていうところもデータで見ていきたいと思いますがはいまあ卓球試験全部で50問出題されますで50問出題されるんですけれどもまあ1問1点ですねえー、何点ぐらい取ればいいんでしょうかっていうのがこちらまあ合格点がこの点数ですというふうになるんですけどもあれ年によって若干違いますよね はい、まあ34点の年もあれば35点の年もある36点もあれば37点もあれば38点もありますね。ということでそうまず押さえといていただきたいのは年によって合格点が違うということです。ですのでまあ何点取れば合格ですかっていうふうに言われるとそれは、えー、年によって違うから何とも言えないというそういう話になるわけですね。じゃあ何で年によって違うんですかって言ったらば、まあ、こっちじゃなくて こっちで固定しているからってのがあるんですね。合格率で、えー、まあ、考えているってことになります。はい。 まあまあもちろんばらつきはありますけども15%前後ということに関してはまあほぼほぼ毎年そんな感じになってるそう達研試験は受験者の上位15%前後の人たちに合格証を渡そうというですねそういう仕組みなんですですので当然のことながら、まあ、問題がね優しければみんな点数取りますから、えー、点数も上がってくるでしょうってことになりますし 問題が難しかったらば、まあ、それはみんな点数取れないってことになりますから、まあ、上位15%っていうふうになってくると、まあ、ちょっと点数も低めになるよねっていうそういうお話になってくるんですね。つまり問題の難易度によってやっぱり変わってくる以上、まあ、難点というふうには言い切れないなので皆さんがまず目標としなければならないのは何かというと受験者の上位15%に入るということなんです。 受験者の上位15%に入ればあなたのところに合格証が来ますよっていうことになりますのではい。ね15%で厳しいですよねそう考えてみてください試験を受けに行っても85%の人は落ちてしまうということですからね15%の合格ということはとするならばまあ結構そんなに簡単な試験というわけではなさそうな感じですねそれに短期でね皆さんは合格をしなければいけないということになるわけですはい 短期間で合格するためにはどういう風に学習するのかって話になるわけですよねはいまず一番最初に押さえておいていただきたいのは何かというと当たり前の話をします当たり前の話をします1日勉強を始めるのが遅れると1日学習時間が短くなりますそうということは今日から勉強した人と明日から勉強した人とでは今日という時間を使えるのか使えないのかという大きな違いが出てきますよね ってことは、いつから勉強すればいいですかじゃないんです。そう。早くから準備している人はもうすでに実は始めてるんですね。で。 実はこのレックのね講座の中でも早い講座としてはですね12月そう,もう昨年の12月に開校してるんですねってことは昨年の12月から勉強してる人もいるわけですということになりますのでそうその人からすればねもうね結構な日数勉強してるってことになるわけですよねはいそうすでに遅れをとっているという自覚はしてくださいはいそうすると いつからなんて言ってる場合じゃないですよね。そう思い立ったこの瞬間からやらなければまずいわけですよ。なるべく早く勉強するしかないわけですからね。なんで考えてみるとですね、えー、どういうことかというと、大体ですね、宅ケ試験ってまあこれはあのー、よく前、まあ、世間に言われていることなので、えー、まあどのぐらいの信憑性があるのかっていうところにはなると思うんですけども、約300時間の勉強が必要だというふうにまあ言われています。はい。まあこれがまあ真実かどうかっていうのはまあまたね議論の余地はありますけれども。 まあ、300時間と言われてますじゃあその、ね、単純計算で考えてみるならば試験300日前に勉強し始めてるんだったら1 1日1時間でえそのハードルは超えられるということですでもそう卓研試験150日前から始めるというのであれば1日2時間勉強しないとそのー、ね、ハードルを超えることができないということですよね。 じゃあ100日前になったらどうなるんですかって言ったらば300時間を確保するためには1日3時間勉強しないとダメですよねってそうええー、ねまあつまりどん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 試験が近づけば近づくほど一日の勉強時間を多くとっていかないと受からなくなってしまうっていうことになるわけです考えてみてください皆さんね一日2時間一日3時間どうですか皆さん ね、これがですよ例えばその皆さんがもしねその1日24時間卓犬の勉強しかしなくてもいいような状況であるならば、まあ、このハードルを超えるのはそんなに難しくはないでしょう。えですけれどもそう皆さんのほとんどがですね他のものを抱えてるわけですよね。 そう、仕事もしなければいけない。学校に行かなければいけないまあ、もしくは家事育児、そういったものをしなければいけない。そんな中で1日2時間、1日3時間の時間を捻出するのってめちゃくちゃ大変だと思いませんか。そうね、えー、それが始めるのが遅くなればなるほど。そう。その捻出しなければいけない時間を増やしていかなければいけないんです。そう、えー、もし時間を増やせないというふうになるならばそう。 さらに効率を上げていくしかないでしょうね。さっきまあね、300時間というところにまあ議論の余地はありますけどねっていうふうにねぼかしたのは何かって言ったらばそれはあのね人によって300時間じゃ足りないっていう人もいればね300時間もいらないっていう人がいるわけですよ。でそれはどうやって差がついてるのかって言ったらまあやっぱり効率的に勉強できているかどうかっていうところにはやっぱりかかってくるわけです。なので効率よく勉強していけばその ねえー、300時間というものを、まあ、減らすことができるわけです。はいということになるのでそうこの勉強時間を増やしていくのかそれとも効率を上げていくのか、えー、この2つしかないわけです。もちろん当然のことながらその両方ができていればさらに合格の可能性は上がるわけです。とするならばまずなるべく早く勉強を始めるっていうのは是非もので必要なことですよねっていうそういうお話になるわけです。 はいですので「いつから勉強しよう」じゃないですもうこれ見たら「今日からやり始めてください」っていうねそのぐらいの気持ちでやっていかないといけないということになっていくわけですではですねまあ、えー、なるべく早く勉強を始めようはいいですけどもう一つ効率を上げていこうっていうですねそちらの方に話をシフトさせていただきたいと思いますでは、えー、次のページのところです2番のところいきます 今度は正解率から戦略を考えていきましょうということなんですけれどもじゃあ全部で50問出ますよっていう話を先ほどしたと思いますけれどもではその50問がみんな同じ難易度かというと、まあ、やっぱりそうではないわけです簡単な問題もあれば難しい問題もあります、はい、ではですねこちらデータをご用意いたしましたこれ何かと言いますとですねはいえー受験者の正解率です はいえー、受験した人にアンケートを取ってるんですね。えーあのー、すいません、えー、あの受験された方、ねえー、何番の選択肢を選んだか教えてくれませんかみたいな感じでこうアンケートを取ってそれを集計したものでございます。でそれを集計した結果ですね はい、受験者の、ねえー、もう9割以上の人が正解してるもうほとんど誰も間違えてないよっていう問題がここだけあるわけですね。えー、80%台70%台60%台50%台というふうにありますと。でこれなんか半分のところで網がかかっていますけれどもこれは何かというと、はい、受験者の半分以上の人が正解できる問題を全部かき集めると何点になるでしょうか っていう話なんです。そうつまりここのところはね正解率低い問題を置いといて半分以上の人が正解できる問題を実は1問も落とさなければ2018年は44点取れてるんです2019年は41点取れてるんですはいまあね2022年41点取れてるんですね。で下に合格点、えー、載せておきましたけれどもご覧ください、はいえー、この問題を全部取れば必ず毎年合格できてるんですこれ。そう つまり、受験者の半分以上の人が正解できる問題を一問も落とさなければ、毎年合格者になれているんです。これをまずデータから見極めてほしいんですね。で、実は、先にこれ言っときますと、これ実はですね、え結構使い回してます。 え実はこれ去年のガイダンスではですねここ2022がなくてここ2017があったんですよえその前はって言ったらまあこれがなくて2016があったんですねえこれ毎年使い回してるんですこれえ毎年使い回してるってことは何を意味してるかわかりますよねそう別にこの年度だけじゃないってことです2017年も2016年も結論が同じになってるってことなんです はい、ええー、まあ当然来年も使いますつもりでございますよこれ <laughs> っていうね、えー、そういうことで考えていくならば、まあ2023もきっとこうなるでしょうということになるわけです。はい、ということで受験者の半分以上の人が正解できる問題を一問も落とさなければ、毎年合格者に慣れているというデータがあるわけですよね。考えてみてください。受験者の半分以上が正解できる問題が何問なはずないですよね。そうつまり基礎さえしっかり定着させておけば。 必ず合格できる試験なんですまあ逆に言えばここの部分を落としてしまうと合格が遠のくよっていうそういうお話になるわけですよね。なのでいいですか短期合格を目指すというのであるならばここの問題をしっかりとるもう言い方変えますここの問題にこだわらないってことなんです。 そうここの問題にこだわり始めると正解率の低い問題は難しいですよね難しい問題は1問マスターするのに時間がかかりますよね時間がかかる割に成果が出ないってことになるわけですよそう考えてみてくださいここ1問マスターするのとここ3問マスターするの大体労力一緒だったらこっち3問マスターした方が絶対いいですよね。そう そう考えてみればですねここに集中してしまうと逆に時間をこっちに取られるのでこっちの勉強時間がなくなっていくのでむしろこっちを落としまくってそしてこの合格点に届いていかないという方が毎年非常に多いんです。 はいそう勉強の仕方を間違えててしまってるんですねだってデータで出てるのにもかかわらずですよ半分以上の人が正解できる問題を1問も落とさなければ合格者になれているというデータが出てるにもかかわらずその通りにやってくれないんです皆さん。で何でですかって言ったらばここなんですねもう書いてありますよこれ。いやもし出題されたら不安ですよっていうふうに言ってしまうんです。 そうね、えだって実際出てはいるんですよね出てはいるんですよねってことはもう一回出てくる可能性っても十分あるってことですよねやんなきゃっていう風にやってしまうわけですよね。そうえーまあ、やらなきゃってこっちが完全にマスターした上でやるのであればいいですよ。ただ先ほども言いました通りり、ね、このガイダンス短期合格を目指すガイダンスなんでございますよ。こ、はい、このようにやってる時間がないといとと前提で 話をさせてていいただいておりますとするならばやっぱりここに集中特化するべきですよねそしてここに集中特化すれば必ず合格点は超えるんですからはいもうやっぱりねそう言ってもなかなかいやでもだってとかってなるんですよね。もう実際問題あの試験に失敗する人の多くが こういういブレが出るんですよ。不安からなんです。不安から、えー、この不安を解消するためにはっていうふうにもうどん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 こう軌道がずれていくっていうね、えー、そういう人ってあまりにも多いんですよなので実はこのガイダンス定期的に聞き直してほしいぐらいです、はい、もう試験直前にもう一回聞いてほしいぐらいです、えー、もう一回これをね認識持って試験直前期を迎えてほしいそのぐらいに 本当にこのデータから目を離さないでいただきたいというところは、えー、しっかり認識持っといていただければというふうに思います。はい。さあそれではですね次のページ行きたいと思います。ではですねまあ、えー、試験範囲と学習目標ということで、まあ、どんな試験、えーね、どんな範囲が出るんですかって話なんですけれどもはい、えー。毎年固定されています。えー、権利関係が、えー、14問。 宅業法20問、法令上の制限8問税価格3問免除科目5問という形でね、えー、まあ、うん、この数字は毎年毎年固定されております。で皆さん 下にね目標得点書いておきました目標得点見てください宅券業法20問中18問、えー、法令上の制限8問中7問、えー、税価格3問中2問免除科目5問中4問が得点目標と書いてありますよねそうつまり何かと言いますと結構高得点要求されるなっていうところなんですよねそう結構高得点が要求されていくと思いませんか ってことなんです。だってね、えほぼほぼパーフェクトにとってくださいよ、ぐらいになってます。まあ、もちろんね、当然のことながら、さっきも言いました通り、年度によって難易度が一定しませんので、例えばある年に法令上の制限がめちゃくちゃ難しいものだけど、バーって並んでたって言ったら、それは7問取れないってい年だってありますよ。えー、それは、あのね、さっきも言った通り、年によってブレはあります。ブレはありますけれども、やっぱりまあ、高得点を狙って勉強していかないといけない、ということになるわけなんです。です がここだけちょっと話が変わってるってわかりますかそうこの流れで言うならば権利関係は14問中例えば12,3問っていう風に書くと思いませんかこの下と同じ流れであるならばそう同じ流れであるならばなんか12点13点ぐらいね、えー、書いてく、えー、るべきなんじゃないかと思う気は9点ですよそうなんです権利関係って深入りしてはいけないんです はい、ここの深入りが現金です。ね えー、深入りはしないでほしいというのがですね、えー、まあ、まず一番最初に押さえといていただきたいことなんですね。じゃあ、顕微関係ってどういうのが出てくるのって話なんですけども、はい、メインは民法です。えー、メインは民法になります。はい、でなんで深入りしないでほしいのかっていう話なんですけれども、理由は簡単で、民法って、えー、全部で、えー、条文の数が1000ぐらいあるんですよ。はい、もう1000以上あるんですよ。 で1,000の条文があってねえその中でまあ実質ね、えー、民法だけじゃないからこの14問借附化法2問建物区分所要法1問不動産投業1問っていうのがまあ大体のパターンなので民法って10問出るんですよ。ね、えー、民法って大体毎年10問出るんですよ。1,000、はい、条も条文があってその中で10問ですよ。 はいねえー、つまり上まあ、単純計算をすると条文が100個あったらばそのうちの1個しか出ないってことですよね、えー、どういうことになりますのでそうこれをじゃあ民法を全範囲完全カバーしようとするとどうなるかわかりますかそうです短期合格は無理ですはい短期合格は無理になるんですよだって全上分全部やるんですかって話になりますからねはい、えー、でもね、えー、見てみると、えー、よくよく出てくる分野と こんんななに出出いよねね。ってて分野が出てくるんです、ね、で実はその権利関係の中でも例えば2022年でもここ、ね、マイナーなものとかで、ねえー、正解率が20%とか30%とかこういう問題あるじゃないですかここら辺の1412ってあるじゃないですかこれって本当に、ね、こんな論点見たことないよっていう 本当にえなんだこれっていうようなものが出てくるわけです大体権利関係で,えでそうするとそんなものまで対応しようとするとじゃあ次何が出るんだろうってなっちゃうじゃないですか絶対にそう先ほどもいい言いました通りもし出題されたら不安だとなりますよ、ね、そう今まで全く出ていないものが出てくるとそうあじゃあ今まで全く出ていないものが2022年出てきたぞってことは2023年も絶対今まで出てない範囲から出るに違いないよしこれの対策しなければ っってやっちゃうとと大変なことになこにるわけです、はい、実は民法の中でもここはよく出るここはめったに出ないここは一回も出たことがないというですねまあやっぱりあるわけですよだったらば皆さんは短期合格目指すのであればここは何度も出てるというそうもし出たらこっちになりそうなものを中心に勉強していくしかないですよね。 とということになるわけですなのでそれをしっかり踏まえるとまあだいたい毎年9点ぐらいになるよねってそういうお話ですそう見たこともない論点がまあね数問出てきますのでそれはもう最初っから捨て問題だっていうふうに思っておかないと、はい、もう勉強時間めねいくらあっても足りません。だってもう考えてみれば深入りしようとすればですよ。えはっきり言いますけどもえ民法だけで 1> 1年丸々使えますよ、はい、で民法だけで1年丸々使ったとしますよね。はい。そうしたらば、14問中何問取れると思います。1年間民法だけに集中していた場合、もう300時間の勉強時間の全てを民法に全振りした場合です。はい。えー、おそらく、まあ、12から13はいけると思います。はい。12から13はいけると思います。14は無理です。はい。そういう世界観です。 はいというふうになりますので、民法だけに全振りしたとしても満点は無理だと思います。はい、えー、ということで、そう、不介利献金という言葉の意味わかりましたで大丈夫ですね。はいですので、えー、逆にそう、逆もまたしかりで、ね、はいこれね、9点取らなきゃダメってことです。逆に言えば。 逆に言えばば点取らななけければいいいととうことも意味します何かっていうと今までの話を聞いてると「おなるほどだったら最初から権利関係なんて捨ててしまうのが得策なんじゃないんですか」っていうふうに思ってしまったそこのあなたそれは難しいです、はいえー、そういうねえー、スタンスで受かる試験ではありません逆に言えば9点はしっかり取ってほしい何かって言ったらばそう品質の論点をちゃんと押さえておけば9点は取れます はいまあ、も,もちろん年にもよりますけどね。はい、で品質の論点というものが出てきた時にやっぱりこっちになるんです。ここを落とすのは得策ではありません。はい、ですのでここをしっかりとね 9点取らなければいけないんだっていう認識そして逆に言えば9点をオーバーするものを求めちゃいけないんだっていう認識この2つの認識を同時に持ちながら勉強していかなければいけないだったらばどういうふうにやるんですかそう正解率が上がりそうな問題は権利関係きちんと全部取っていく正解率が低くなりそうな問題は全部捨てていくその取捨選択が全ての鍵を握ると思ってくださいで逆に言えば ここら辺は高得点要求なのでまあ、えー、しっかりとねあの集めるもの、えー、基本問題をかき集めればこのぐらいの点数は取れるよっていうことになりますのでそう目標点数とか書いてありますけれども実は結局問題基本問題を落とさないというスタンスを、えー、ちゃんと保ち続けるっていうところに集約されます。はい、ですのでそこはしっかり押ささえてておいてください。くだでは次のページ行きましょう。 合格のための超速学習何を気をつけて勉強すればいいでしょうかっていうそういうお話なんですねはいまず一番いきます今年絶対に合格すると決意するというふうにありますそう、先ほどね冒頭のところで申し上げましたがはいねええー、2023年は10月15日に試験があるとなったらばこの日に必ず合格点を取ってください この日に必ず合格点取ってください、はいは確かに卓球試験は毎年1回行われます。来年も2024年も10月の第3日曜日に行われるでしょう。えですけれども、ですけれどもはい今年と思って勉強してください。はい来年でいいやって言っていたらいつまでたっても本気になれません。はい今年必ず受かるというふうに思って勉強してくださいはい。プラスこれだけでは足りません。 皆さん最終的に直前期に襲いかかるものって何でしょうかって話なんです。はい、えー。直前期に襲いかかるものは今年じゃなくてもいいかなっていうふうに思ってしまうんです。やっぱりその時にいいですか。はい。 合格後のイメージを持つことってめちゃくちゃ大事です。受かってどうするのっていうそういうお話です。はい。そこまで考えて勉強していきましょうよ。はい。ね。受かった後どうするのね。まあ今、業者にお勤めの方。ね。業者にお勤めの方は受かった後どうなるのか。そうです。資格手当。ね。もらえますよ。はい。資格手当もらうために頑張ろう。ね。えそう。合格のためじゃなくて、合格のその先に目標を持っおくるんですよ。そう。これで受かれば資格手当もらえるんだって。 はい、ねえー、だって資格ってだってねじゃあ例えば月にね2万円もらったとします、はい、そうするとそう分かりますよ、えー、プラスでってなるならばやっぱりねますよ、ねはいねまあもしかしたら宅建試験、えーね、通過することによってよし絶対にね、えー、じゃあ宅建業者に就職するぞっていうその就職後のイメージ見てもいいですよね。 はい、でそうしたらばねあの求人広告とかたまに見てみるといいと思いますよ。え宅検試験合格者歓迎って、えー、たくさん書いてありますからそういうところを見ながら「宅球試験に受かればこういう企業に応募できるんだ」っていうふうに思えばやっぱりやる気になりますよね。でそれからねえまあ卓試験をステップアップにしてね、えー、踏み台にしてその後ねいろんな資格にステップアップしていくんだって思ったらばもうね、えー、もうその資格の何て言うんですか まあ、最初の一冊買っちゃうっていうのも手ですよね。はいえー、今年受からなかったら、このね、買ったものもダメになる。だったらもうこれを生かすためにも、今年、達見は絶対今年、ね、なんとしても受かるしかないんだと、えーえー。自分にはその先の試験があるんだというふうになったら、まあもうその合格後のイメージをつかんでおくことも大事です。次のね、えー、試験勉強っていうものを何にするのか。ね、えー。そういうところまで視野に入れてる。そう。合格後のイメージまでちゃんと視野に入れておかないと、まあ、なかなかね、えー 直前期ののって出なないものになりますからね、えー、ですのでまあ決意するだけではなくてその後のイメージまで、えー、しっかり持って、えー、頑張っていきましょう。まあ、それから2番目は先ほども言いましたなるべく早く学習を始める、まあ、300時間必要と、まあ、言われておりますので,で3番目です暗記と理解のバランスを保って勉強するということが大事です。これ 暗記と理解どっちが大事ですかってよく言われるんですけども答えはどちらも大事です。はい、えー、暗記いい理解これねやっぱりね、えー、暗記だけだと理解をしていないと、まあ、まずすぐに忘れるでしょうしあとはちょっとひねられると解けなくなります応用力が全くついてませんのではいでも理解だけだと暗記をしていないとそう えー、まず、えー、知識問題落としまくります、はいえー。理解してても、そう、試験でどうやって問われるのかの問われ方、それからですね、えー、基礎知識、そういったものが入ってないと、まあやっぱり、えー、試験問題を前にすると対応できません、えー。ですので、これはもうどちらが大事ではなくて、どちらも大事。えー、そういう感じで、えー、押さえておいてください。それから、基礎をしっかりと身につける。はいねえー、それから5番。 範囲を広げすぎず、取捨選択をしていく。ね。えー、まあね、4番と5番は同じようなことを言っていますけれども、まあそこをちゃんとね、考えて学習していくっていうことが大事です。それから6番、ね。継続は力なり大作戦。まあやる気になるっていうのは結構簡単です。こういうガイダンスとか聞けばね、おおやってみようかな、みたいな感じで、えー、結構なりますので、えー。ですけれども、そう、そのために努力を継続させていくってめちゃくちゃ大変なんですね。ですので、 この継続は力なりっていうところが本当に、えー、ね、えー、試験勉強ではもう本当に合否を左右しますので、ぜひぜひ頑張ってやってくださいという感じになります。で、そうすると、じゃあどうやって勉強していこうかって話になります。はい。えー、はっきり言えば、1番と2番はですね、えー、もう、あのー、あなた以外にはもう何も、えー、ね、どうすることもできないんです。一、えー、1番と2番は、えー、もうあなたが何とかしてもらうしかないんです。はい。3、4、5、6。こちらに関しては、 我々もサポートしていくことができます。 はいえー、もちろん、まあ、ご自身でやるっていうのも一つの手だとは思いますけれども、まあね、短期合格を目指すってなってくるとじゃあ例えば基礎をしっかり身につけるって言ってもじゃ何が基礎なのとかね範囲を広げすぎずって言ってもじゃあどこはちゃんとやらなければいけないのどこはやる必要ないの、ねえー、そこの取捨選択って、まあ、ご自身でやるのと、まあ、やっぱりね、えー、こういう情報がね、えー、あるまあスクールとかの力を借りてやるっていうのとやっぱりそこは効率という意味で変わってきます。えー、効率がはるかに 良くくなっていくであとは継続は力なり大作戦もねえやっぱり自分だけで勉強してるっていうよりも、ね、えいや周りにライバルがいるんだっていうふうに思いながら学習していった方が、まあ、それはね当然のことながらやる気も持続できるでしょうっていうところになりますのでそう、えー、3番から6番までは、まあねえー、もしスクールとかを、ね、使おうというふうになるのであれば、まあえー、講師が、ね、しっかりサポートしてあ、えー、げられる部分ですので、まあ、何にせよ1番2番は本当に。 我々にはどううしようもないところですえもう皆さんが、えーね、決意して皆さんが早く学習を始めてってやるしかないのでそれはもう我々にはどうしようもないところなんでまずはもう1番2番をしっかりとねご自身の中で決意していただいてそして、ねえー、勉強を始めたら3456ここを意識しながら学習していっていただければというふうに思います。はい ということでですね、30分ほどの短い時間ではございましたが、ガイダンスという形で、ね、話をさせていただきました。はい。まあ、えこれから卓球の勉強を始めようという方、ね、これを聞いたのをきっかけに、ね、今日からやり始めてください。はい。それではですね、今回はこの辺で、ガイダンスの方を終了させていただきたいと思います。またね、レックの本講義の方で皆さんとお目にかかれるのを楽しみにしております。それでは皆さん、どうもお疲れ様でした。